間にいろいろできる。大丈夫？はい。自分の持ち物だから、あ、そうかそうか、だからやれるの。そんじゃなきゃもうね、家賃払ってたりはとてもできない。準備してるから、ね、そう、大体8時ちょっと過ぎぐらいから。ああ、早い。はい。これ本格ですよね。そうか、カツ丼の。カツ丼たくさん出るから朝から。そうなんですよ。これはどのくらい煮込むんですか？チャーシューは1時間ぐらい。厨房はお父様と2人でやってるとか。そうですよ。まあ土日は混むと思いますけど、土日は意外とそうでも、あ、そうなの、うん、金曜日とか、あ、月曜日とか。サラリーマンの方とか。そうそうそう。あのカツ丼の値段で食べれるとこって他にないですもんね。ないよね。どのくらいお店やられてるんですか？お店はね、もう半世紀くらい。半世紀くらい。継ぐというか、その、手伝われてどのくらいですか？自分も手伝ってね、今こっちから20年ぐらいかな。あ、じゃあだいぶ。前も自分イタリアンやったんですよ。あ、そうなんですか。イタリアンすぐやってて、ちょっとあの、おじいさんが亡くなって、一緒におじいさんとうちの親父がやってたんですけど、おじいさん亡くなっちゃって、自分が入ったって感じ。あ、そうですか。はい、まあ、中華と多少違いますけど、基本は一緒だって。基本は一緒ですよね。うちの袋もよく言うんですけど、はい、カツ丼でお客さんを釣ってみたいな次に違うものを食べるだろうっていう、毎日カツ丼ばっか飽きちゃうだろうから、はい、じゃあ今日はなんか違うの食べよう釣りでみたいな感じでとか言ってますけどね。その作戦はでも合ってると思います。3代目ってことですよね、次。そうですね、はい、店を守っていきたいなみたいなことなんですかね。やっぱり、まあ、もう20年もやってるからあれですけど。ああ、そうですね。もうまあ、守って、やりたいことやりたいですよね、このまま。まあ、ぶっちゃけ話も、これしかできないみたいな。なんかやっぱり調理しかできないんで。うん。それ、まあね、まあ、半世紀以上続いてるんでね、守りたいなっていう気持ちはありますよね。うん、まあ、でもなかなかこう、うちの親父と袋が倒れちゃったら、まあ、うちに嫁がいるんですけど、まあ、うちの嫁と兄貴と、あ、お兄さん、アニメなんで、アニメやってるんで、こう3人でやってっか、それで3人で回りきれなかったら、まあ、ちょっとアルバイトやってみたいな感じでやっていこうかな。自分が生まれる前からやってるわけですからね。だから、自分が生まれる、そうです、もう55ですから、もう60年以上やってるはずですから、まあ、半世紀以上なんで、今54なんで、自分が生まれちょっとから、はたてか40年で、前はもっと。前はもっとボロボロだったんですけど、もっとすごいですよ。4人で回してみたいんですけどね。うちのおじいちゃんと、おじいちゃんおばあちゃんちょっと、うちのお袋で、お母さんに会いに来る人いっぱいいますもんね。そうなんですよね。キャラ、お袋が目当てで来るっていうやつもいますからね。あのキャラが良くてみたいな。お母さんの接客がいいからと。そうですね。だからもうちゃんと揃ってるでしょ。でもこれだってね、はい、あの一回倒れちゃった人なのでさ、その人がもうできないって言ったんだけど、書いてよって言ったら書いてくれたんだけど、気に入らないんだって、これは。あ、ご本人的には。ご本人的に、本人的には。もう全然上がね、揃ってないし、ね、だからね、だけど、こんで勘弁してくれって言うから、まあ、結構結構って言った。全然、ね、いい出来栄えです。
ああ化粧だからそっちが気になる。お店の名前は南方園、それはなんかこう理由はあるんですか。そう、あのね、昔ね、渋谷に南方園ってね、あの中国人がね、はい、やってた。そこにね、あのうちのおじいさんが、はい、勤めてる。こんな長くやってるのすごいですよね。まあただ長くやってるってだけでね、いやいやいや、知っても進歩ないし。美味しそうです、ね、食べたくないし。カツ丼にワンタン麺、肉野菜、カツ丼、ラーメン、一緒。その後ね、餃子2つ、ラーメン1つ、生姜焼き定食。
カニが来るわけですね。そうそうそう。すごいですね。うん。忙しくなる、手入れてないといけないからね。あ、だからどっかほら旅行なんか行くとかこうね、このほらこれ本当はね冷蔵庫に入るといいのよね、はいはいはい、入んないでしょ、大きいから他のものが入ってるから、うん、だからもう塩をねこのくらい厚く入れていくの、ぬか床の上に入ってきたら上の方をずーっとすくって全部すくって、うん、それでねキャベツの葉っぱとかいろいろ入れてつけるの。そうするともうそれは食べられないの、硬くて。そうするとそれで塩を取ってくれるから、それで普通に戻す。戻す。肉うま煮ケース、肉うま煮、
さんはどのくらい働かれてきたんですか？私？はい。お嫁に来てから。いつぐらいに結婚？26歳の時結婚。結婚したんです。今80歳。55年ぐらいだね。でお兄ちゃんがいるから。そうかそうか、そう、うん。55年ぐらい。年子ですか？年子なの。でも、お母さん来た時はお父さんはもうお店で働いてて。ここお店があったのよ。おじいちゃんおばあちゃんとやってたんですか？お父さんにも聞いたんですけど、こんだけ長く続けられた理由というか、やってこれた理由とかってありますか？もう、それは主人がほら、これしかのがないから。そんでほら、おじいさんとおばあさんもね、一緒に仕事してたから、はい、だから、まあ、そんでこの子がほら、継いでくれるって言わなきゃやめちゃってたけど、ね、うん、継いでくれるって今言ってるのね。まだわかんないけど。いやだからね、まあ、今はやってるけど、あ、まあ、自分の持ち物だから、ここで。あ、そうかそうか。だからやれるの。そんじゃなきゃもうね、家賃払ってたのにとてもできない。買わないですよね。嫁に来た時はね、あんまりさ、お金もらえてくれないしさ、子供たち育てた時もピーピーしてたけど、ね。大変だった。大変だった。お金には困んないから、まあなんとかね、子育てに来たら、まあ、なんだかんだ文句言いながらも一生懸命やってくれてるからね。感謝してるくらいよくやってくれる。たまに嫌なことも言うけどさ。まあまあ、しょうがない、ね。それはしょうがないね。家族ですね。一人で一生懸命やってるんだから。餃子は全面的にやってくれるんだから。餃子の皮もやる。皮もやる。あんも作ってるんです。そうそう。すごいですね。うちで作る。主人より皮が大変なのよ。粉からやるんだから。厚い。粉からやってるんです。皮を。皮を作ってる。うん、そう。熱いお湯でさ、こねて、それで寝かせるの、少し。それで冷えたら今度はこうちぎってね、小さくちぎって棒にして、こうやってやってると、はい、ね、棒にしてさ、そんでしっちり。餃子もお店の名前にもついてるぐらいだから。の餃子の店ってね。そうで書いてますよね。うん、もうね、そのおじいさんが先生にうまいって言われたんだって、うちの餃子。カニと錦糸卵、錦糸卵、うん、チャーシュー結構入ってますね、うん、大盛りです。もう自己満。ありがとうございます。はい。大丈夫？はい。
やろうと思う気持ちがずっとあるから、ずっと続いてるんだよね。それがね、それ飛んでちゃうからやっぱりね、途中で終わっちゃうから。